様、こんにちは。ピアノの時間、平田真紀子です。今日は人間の脈と音楽の拍の関係についてお話をしたいと思います。私たちが生命体として一番最初に体験する音というのは、お母さんの心臓の音ですよね。お母さんの感情の動きや体の動きによって、その心臓の音は速くなったり遅くなったり、強くなったり弱くなったり、微妙に変化をし、胎児として私たちはその違いを敏感に感じ取っているわけです。平均して人間の大人の脈というのは1分間に60から72打つというふうに言われています。タタン、タタン、タタン、タタン。これぐらいですね。西洋音楽ではその拍というのが人間の脈に基づいているというふうに言われています。ですから速い曲でも遅い曲でも、この70とか60とか、そういう数の倍数であったり分数であったりすることが多いんですよ。そして一つの曲の一つのテンポの中でも、その調子や勢いやムードや方向性によって微妙にその拍が速くなったり遅くなったり、強くなったり弱くなったりします。それでは例として、バッハの平均律集1巻から前奏曲の1番を少しお聞きください。馴染みの深い曲だと思います。これを先ほどの脈に合わせてみますと、タタン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 。これぐらいですね。それではお聴きいただきましょう。村上龍という作家がコインロッカーベイビーズという小説の中で、トラウマを受け負った子どもたちに対して精神科医がお母さんの心拍音を聞かせることによってその傷を癒そうとする場面がありました。本当にそういうことが可能ならば、音楽というのはそういう癒しの力を持ったものではないかと私は思っています。ピアノの時間、平田真紀子でした。ありがとうございました。